way. Believe it. Look, bitch, it's the rap game, Hokage. My bitch is attention, but I call that whole tsunade. Fuck up out of my face, hey. Tell him give me my space, hey. My girl a Beyonce, yo, hey. Bitch, be like the right cock game. Fuck going on with these petty ass niggas. Broke ass, can I get a penny ass nigga? Who is you? You a fool, tryna test me ass nigga. Rock Lee with his hands thrown to me, hey. So baby, come trade with me. My transfer to you, give your brain to me. どこ行くかな。よし、ここだ。この匂い、いつもと違うな。 覚悟はできてんだろうな。守るぞ。さて、守る。行きます。守ります。ぎひ、守るぞ。よし、守るぞ。守る。守るぞ。 暴れたんねえぞ。
行っちゃいか。ガリューのゴール。さて、やっ、グレー様勝ちましたよ。おりゃ、さあ行きましょう。ガリューのゴール。さて、ユビアにかかればこんなものです。よいしょっと。おりゃ、やれやれ、お出ましか。覚悟はできてんだろうな。ガリューのゴール。アイスメイク、アイスメイク、へ、楽勝だぜ。さあ行きましょう。覚悟はできてんだろうな。ガリューのゴール。アイスメイクハンマー、へ、楽勝だぜ。ギヒ、強そうじゃねえか。
行きましょう。グレン・カリュークキリッみます。ウォータースライダージュビアにかかればこんなものです。抜けそうにね。行くぞ。行くぞ。アイスメイク。コーンズ。タイバー。エスリウム。オーコン。ウォーターカーネ。やってやる。カリューのゴーラー。さて。切り刻みます。ウォータースライダー。
連装鬼神
リマを作る？またね。
ましたね。おお。ギルド同盟戦？他のギルドとペアを組んで戦うみたい。私たちはラミアスケールと組んでブルーペガサスとマーメイドヒールと対戦することになります。ラミアスケールと？嫌な予感しかしねえ。ラミアスケールからは俺が出る。フェアリーテールは誰が出るんだ？来やがったか、グレイ。足を引っ張るなよ。この同盟戦とてジュビアの所属をめぐる戦いには変わりないのだからな。ジュビアは関係ねえだろうが。ジュビアのために争わないでください。ならば勝利に貢献した方がジュビアをもらうというのはどうだろうか。エルザ、何を言って。面白い、その話乗ったぞ。エルザ、負けたらどうするのよ。グレイは強い。それにジュビアの気持ちを考えるいい機会でもあるだろう。え？ジュビア。組まなきゃなんねんだ。それはこっちのセリフだ。いいか、足を引っ張るなよ。チッ、偉そうにしやがって。お前の方こそ邪魔するんじゃねえぞ。初めてお目にかかります、カグラさん。お会いできて光栄です。こちらこそ。ブルーペガサスのイチア殿と組めるか。私に届くか。カグラさん、これを。あなたの魅力を引き出すパルファン。イチア殿、それは。なーに、遠慮などいらないさ。俊足のパルファン。太刀の形。アイスメイクフロア。
イスメイク。イズ。ああ、紳士の全部タッコ。アイスメイク、アイスゲイザー。抜かぬ太刀の片付け。くそ、やりにくいったらありゃしねえ。奇遇だな、俺もそう思っていたところだ。アイスメイク、アイスブリンガー。まずいわ、一気に行かないと。グレー様。何？アイスメイク。紳士の全部タッコ。抜かぬ太刀の片付け。トロ、アイスメイク、イズ。俺に任せろ。なんだと？紳士の全部タッコ。残の方。ドン。これを使う。よし。アイスメイク、イーグル。アイスメイク、ハンマー。紳士の全部タッコ。抜かぬ太刀の片付け。まずいわ、一気に行かないと。行こう。アイスメイク、コーンドエッグ。アイスメイク、イーグル。行こう。アイスメイク、ここまでだ。アイスメイク、イーグル。アイスメイク、イーグル。アイスメイク、ハンマー。俊足のパルファン。抜かぬ太刀の片付け。背中合わせのバトルか。昔を思い出すな。ああ、俺がフォローする。グレイ、お前が決めろ。アイスメイク、ジャンパード。くそ、アイスメイク、イーグル。
私に任せたまえ。悔やむ必要はない。全ての責任はこの私にある。かわいそうだけど、あれはさすがに相性悪かったかも。でもこっちはこっちで。俺の勝ちのようだな、グレイ。はあ？どう考えても俺のが上だったろ。何？お前の方がジュビアにふさわしいというのか。そうは言ってねえっつうの。それでどちらが勝ちなのでしょうか。どちらも勝利のために死力を尽くし功をつつけがたい。ここは引き分けということでどうだろうか。なんだそりゃ。まあいいだろう。優勝した方がジュビアをいただく。その約束に変わりはない。知らねえよんな約束。結局こうなるのね。それでもグレイ様がジュビアのために戦ってくれただけで嬉しいです。やるな。チームの対戦相手は、レイブンテール。毎回邪魔してくる奴らか。そいつは都合がいい。ロクサス、気をつけて。絶対何かしてくるはずだから。ロクサス、頼むぞ。ああ。
サス・ドレア VS レイヴィン・テイル・アレクセイ試合開始。こいつは何の真似だ。一対一の試合じゃなかった。全部叩き潰してやる。話にならねえな。幻なんか関係ねえんだ。今ここで現実のてめえを片付けて終わりだ。それは無理。そんなことだろうと思ったぞ、クソ親父。本当に知らねえんだけどな。ま、なんでもいい。まとめてかかってこい。マスターの敵は俺の敵だからよ。神しぐれ、ロー
守る。 取らせてもらうぜ。 俺の家族はフェアリーテイルだ。 家族の敵は俺が潰す。 鳴海和樹。 試合に出ておったのか。フェアリーテイルが勝ったんだよね。レイヴンテイルが幻影魔法を使ってたみたい。私たちには別の映像を見せて大勢でラクサスを襲ってたんだと思う。だがラクサスは一人でそれを全部倒しちまった。そっか。ともあれラクサスがウェンリーとルーシーの敵を取ってくれたんだね。お知らせします。 奴らからの嫌がらせも終わるといいんだが。
の魔力。エルザも気づいたか。この会場内からまがまがしい魔力が漂っている。私は調べに行ってくる。私も行こう。相手がゼレフ絡みなら一人は心配だ。ありがとう、エルザが来てくれて嬉しいよ。でも これは仲間として心配という意味であってな。私を仲間と言ってくれるのか。仲間だ今はな。お前はミストガン、フェアリーテイルの大切な仲間だ。そうだな。何？向こうだ。向こうから魔力を感じる。急ごう。正体を確かめるぞ。急いでいたんだ。こいつじゃない、もっと先だ。ミストガン、マスクが。ジェラール。違うんだ、こいつはミストガンで。大丈夫か、救護班を呼ぼう。触るな。ジェラール、貴様は許さん。待て、カグラ、これは違うんだ。黙れ、キル。王の方、天体魔法、フレアです。そんな、行くぞ、エンタグラムソード。エルザ・スカーレット、ジェラールをよく知る者。やはり貴様もジェラールの仲間か。邪魔をするな。エルザ・スカーレット、覚悟せよ。王の方、まだだ。エンタグラムフレアです。天輪の鎧、アクレスオード、
邪魔をするな。エルザ・スカーレット、守る。これを使う。覚悟せよ。王の方、急乱心フォトンスライド。邪魔をするな。エルザ・スカーレット、これを使う。すまない。大丈夫かジュ、ミストが。エルザ、覚悟せよ。ふむ、大軍将の方。仕方ない、この魔法で。行くぞ。決戦、覚悟しろ。ミーティア、行くぞ。覚悟しろ。眠れ、五重魔法陣。ミカグラ、決戦。ふむ、大軍将の方。アルテアリス、まだまだだ。なんとはどこだ。こっちだ、こっち。早く止めてくれ。このままではまずい。今は逃げるぞ。ジェラールが。もうよい、落ち着いた。分かっている、もう大丈夫だ。すまない、奴らがかくまっていたのか。危なかったな。あれはマーメイドヒールのカグラ三日月。俺のことを知っていた。それにあの目、本気で俺を殺そうとしていた。ジェラール、俺の過ちが生んだ犠牲者か。殺されてやればよかったかもしれん。バカを言うな。エルザ、お前は確かに罪人だ。だが私は許した。お前は己の過去に向き合い、必死に悩み苦しんだ。だからこそ罪滅ぼしにクリムソルシエールを立ち上げたのだろう。ならば最後までやり遂げてみせろ。甘えに惹かれ、途中で投げ出してはいけない。エルザ、すまない。お前の言う通りだ。軽い気持ちでクリムソルシエールを始めたわけじゃない。世界を厄災から守るためにも、あの魔力を追う。俺は行くよ、エルザ。ジェラール、罪とは簡単に消えぬものなのだ。よし、レイヴン・テイルは失格。これでライバルは一つ減ったことになるな。私たちは今日勝利してポイント獲得。ようやく上が見えてきたわね。
問題はセーバートゥースですね。うん、奴らを倒さないと優勝はない。逆に言えば奴らを倒せば優勝だろ。燃えてきた。そう単純でもないけどね。あれ、エルザどうしたの？いや、なんでもない。ジジイ、ルーメンイストワールってなんだ？イワンから聞いたのか。欲しがってるようだったな。まったくあのガキは。フェアリーテイルの闇とか言ってやがったぞ。闇ではありません。初代ルーメンイストワール、これは我がギルドの光なのです。初代いけませんぞ。分かっています。これはギルドのマスターとなった者しか知る権限がないもの。ラクサス、分かっていただけますか？変なもんじゃねえなら別に詮索しねえよ。ありがとうございます。しかしイワンのやつはどこでその情報をつかんだのか。プレヒトでしょうね。まさかプレヒトが闇に落ちるとは。私の浅はかな人選の結果が情報の漏洩を生んだ。いいえ、初代のせいではありませんぞ。私のせいです。私が。泣いてなんかないでしょ。泣いて、泣く、おい。初代が？ラクサス、あやせ、これ。ハードル高すぎんぞ、それ。通常の競技は今日までね。明日の休みを挟んでの最終戦はルールが違うみたい。最終戦か、どんなことやるんだろう。演目上は大魔刀演武と書いてあるわね。最後といや、全員参加のバトルロイヤルか。ルールなんて関係ねえ、全部勝つ。心配すんな。お前の仇は取ってやれ。私のことなんて気になさらないでください。試合に負けたのが悪いんですから。いいのよ、私たちが勝手にやってるんだから。仲間を捨てるギルドなんて許せない。そういうことだ。それじゃあ私たちは行くね。君は優秀な精霊魔導士なのだな。いえ、そんな私は。失礼ですが、どなたでしょうか。君の力を必要としているもの。
進めいく。アイススプリンガー。フォトンスライド。いや。キャリューのゴール。よし。ルーシーキリスト。キャリューの。切られたいものからかかってこい。痛いわよ。このくらい楽勝ね。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。おりゃ。やれやれ、お出ましか。開け。地球の扉、ネオ。愛だ精霊を強くする。レグレスインパクト。キャリューの。扉、レグルスインパクト。さて、アイスメイクハンマー。ゲッセン、たあいもない。ちょっと。帰ってきたぞ。行くかな。よし、ここだ。さて次は。
まあこんなもんだろ。どう？似合ってる？お前の目にはどう見えている？今日の競技パートは何かな？魔力測定？なんだろう？単純に力比べだろうな。どのギルドが一番強力な攻撃を出せるか。それなら夏に任せた方がいいのかな。そうとも言えないようだぞ。仲間と連携することで高得点が得られる仕組みらしい。ふん、誰が出るか慎重に決めた方が良さそうね。俺に任せろ。俺が行く。俺に任せろ。本日は簡単なゲームを用意しました。魔力測定器 MPF。 この装置を攻撃することで魔力が数値として表示されます。一定時間内に与えられた魔力の合計で競います。フェアリテールの皆さん頑張ってください。カポ。天を開き、あまねく全ての星々、
その輝きをもって我に姿を示せ。テグラディブルス、我は星々の支配者、アスペクトは完全なり。荒ぶる門を解放せよ。全天88世アイスメイク、アイスブリンガー、フェアリーテイル、見事な得点です。どうしたよ、こんなもんか。やった結構いったんじゃない。しゃあ、全力を叩き込んでやったぜ。調子です。さて、バトルパートの相手は。ちょうどよい、皆集まっておったか。じっちゃん、どうしたんだ、そんな顔して。これが騎士と出るか京と出るか、たった今 AB 両チームの統合命令が運営側から言い渡された。レイブンテールの失格により参加チームが奇数になるのは困るとのことじゃ。なので両チームを一つにして新規5人でチームを編成しろとな。点数はどうなるの。低い方に準ずるらしい。ひどいねそれ。しかし運営側の判断なら仕方ないか。でも考え方によっては最強チームを作れるわ。関係ねえ、全部倒す、そんで優勝。燃えてきた。ちょっと、まあ夏らしいか。バトルパートはタッグバトルみたいね。フェアリーテール合同チームの初の相手はセイバートゥース。フェアリーテールはナツとガジル、セイバートゥースはスティングとローグ。どっちもドラゴンスレイヤーじゃない。ギヒ、上も分かってるじゃねえか。黒いのは俺がやる。なら俺が白いのだな。これまでの借りは全部返してやる。打倒セイバートゥース、燃えてきた。
のドラゴンスレイヤー対決ついに実現。まもなく試合開始です。ナツ、ガジル、ガツンとかましてこい。俺たちの分までな。応援してます。ナツたちならきっと勝てるよ。思いっきりやるがよい。あとは何も言うまい。この時をずっと待ってたんだよ、ナツさん。試合開始。行くぜ。の鉄拳。本当にドラゴンを倒したのか？倒したんじゃない、殺したのさ。この手で。自分の親じゃなかったのか？あんたには関係ねえことだ。今からその竜殺しの力を見せてやるよ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ、行くぜ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ、聖なる白き裁きを。おい、フライナー。彼らの思いはその姿を見せず、連着戦。なんとか耐えるのよ。キャリューのゴー、もう一度思い出させてやる、俺の恐怖を。行くぞ！
せ。壊れろ鉄竜槽鬼神なかなかやるじゃねえか。だけどまだまだだ。あまり調子に乗んなよ小僧ども。交流拳白竜の鉄拳白竜の矛ガリュウのゴーアイ追われるものか。ああ簡単に越えれる壁じゃねえことは分かってた。スティング君分かってるよレクター。約束だもんな。負けねえよ。負けられねえんだよ。ネクターのために。なんだこの魔力は。第三世代の真の力に赴く。ありえん。自らの意志で発動できるのか。ドラゴンフォース。この感じ強えぞ。まだまだこれからだぜ。時代は移りゆく。旧世代の時代は終わったんだ。グレンフォーワーク片付けてやる。終わりにする。鬼神行くぜ。よっほらあっふっスティングおう精鋭流線がなんだと。これを使う。いける。勝負が激しい。鉄竜砲白竜の鉄拳。鬼神シャドウレイ俺を使う。片付けてやる。まずいわ。一気に行かないと。この力でバイスロギアを殺したんだ。そうか。だったら俺はこの力で笑われた仲間のために戦う。終わりにする。
血流の猛攻だ。行くぜ。よっ、ほら。ああ、へっ、防ぐ。おう、精鋭流線が。はっ、また戦おうな。強すぎるよ、夏さん。乾杯だ。俺はどれだけ思い上がっていたんだろう。勝者フェアリーテイル、ソウリュー敗れたり。まで吹っ飛ばしやがって。サラマンダ、絶対ぶっ殺す。つうか、ここどこなんだ。ん？なんだこりゃ。ドラゴンの墓場。さて次は。俺も正体を明かす。お前も正体を明かせ。そんな、その話本当なの？そんなこと信じられるわけ。俺たちは大きな勘違いをしていたのと同時に、抗えない運命の中に閉じ込められていた。世界を変える扉、エクリプス、そして竜王祭。
よし。おう。よし。おい、サラマンダ、ちょっと来い。お前、どこ行ってたんだよ。試合後急にいなくなってさ。それはお前が。それはいい。見せたいものがある。ついてこい。これは…ドラゴンの骨。ドラゴンの墓場、どうなってんだこりゃ。こんなに大勢のドラゴンが。ここで何かあったのかしら。ミルキーウェイ、魂となったドラゴンの声を聞く魔法。ここに眠るドラゴンの声が聞こえれば、ここで何があったかわかるかもしれません。そしていなくなった私たちのドラゴンのことも。そんな魔法が、すげえぞウェンディ。さまよえるドラゴンの魂よ、そなたの声を私が受け止めよう。ミルキーウェイ。我が名はジルコニス、翡翠の竜とも呼ばれておった。わしの魂を呼び起こすとはグランディーネの術じゃな。ここで何があったの？こんなにもたくさんドラゴンの亡骸があって。あれは400年以上昔のこと。かつて竜族はこの世界の王で、自由に空を舞い、大地を駆け、海を渡り、繁栄していった。この世のもの全ては竜族のものであった。人間などは我々の食物に過ぎなかったのだよ。だがその竜族の支配に異論を唱える愚かなドラゴン。共存できる世界を作りたいと抜かしおったんじゃ。それに賛同するドラゴンと反対するドラゴンとの間で戦争が始まった。わしは反対派として戦った。反対派ってことは、わしは人間は好きではない。食物としてなら好物であるがな。食い物と会話してんのかおめえ。ほら、そういうのムカつくな。それでその戦争はどうなったの？興奮、戦況は拮抗しておる。ドラゴンとドラゴンの戦いはいくつもの大地を裂くもの。やがて共存派のドラゴンどもは愚かな戦略を打ち立て、ドラゴンを滅する魔法を与え、戦争に参加させたのだ。滅竜魔法？ドラゴンスレイヤーの原点ってこと？ドラゴンスレイヤーたちの力は絶大であった。
人間との共存を選んだドラゴンたちの勝利は目前と迫っていた。しかしここで一つの誤算が生じる。力をつけすぎたドラゴンスレイヤーたちは人間との共存を望むドラゴンたちさえも殺していった。そしてその人間の中の一人にドラゴンの血を浴びすぎた男がおった。その名を口にするのも恐ろしい。男はあまたのドラゴンを滅ぼし、その血を浴び続けた。やがて男の皮膚は鱗に変わり、歯は牙に変わり、その姿はドラゴンそのものへと変化していった。人間がドラゴンになったの？それが熱流魔法の先にあるものだ。ここに眠るドラゴンたちはその男により滅ぼされた。男は人間でありながら竜の王となった。竜の王が誕生した戦争、それが竜王祭。王の名はアクノロギア。ドラゴンでありドラゴンならざる暗黒の翼。あれが元々は人間だった？バカな。奴によりほとんどのドラゴンは滅んでいった。それが今から400年前の話だ。わしは貴様ら。おい、まだ聞いてねえことあんだろ。ダメです、この場から思念が完全に消えました。東洋の言葉で言う成仏というものでしょうか。なんだか偉い話になってきたな。スケール大きすぎよ。滅流魔法使いすぎると本物のドラゴンになっちまうのか。それは困る。どうしよう。それはありえんよ。誰？話は聞かせてもらった。やはり我々の研究と史実は一致していた。君たちはゼレフ署の悪魔を知っているかね。アクノロギアはそれに近い。一人のドラゴンスレイヤーをゼレフがアクノロギアにしたと推測される。ゼレフが？つまり全ての元凶であるゼレフを撃つことがアクノロギア攻略の第一歩となるのだ。ゼレフを倒す。私はフィオーレ王国軍クロッカス駐屯部隊桜花聖騎士団団長アルカディオス。極秘に進めていたある作戦に精霊魔導士の力が必要だった。精霊魔導士？ちょっと待て、何の話かわからねえ。ややこしい話はパスだ。要件を言え。夏ドラグニル君だね。先ほどの戦い素晴らしい魔刀であった。んなことはどうでもいいんだよ。こっちは精霊魔導士が必要とかどうとかってのに引っかかってんだ。言いたいことがあるならはっきり言いやがれ。ついてきたまえ。おいてめえ。ルーシー様、私からもお願いします。え？この作戦が成功すればゼレフ、そしてアクノロギアを倒せます。メルクリアスですね。陛下のおられる城だ。まずはじめに数日前ルーシー殿を狙い誤ってさらおうとしたことを謝罪しておきたい。あれ、あんたの仕業だったの？もちろん危害を加えるつもりはなかったが、いささか強引な策に走ってしまった。あの時は早急に精霊魔導士が必要だと思い込む判断を誤った。申し訳ない。ダイマ島演武は魔導士たちの魔力を大量に摂取するためのカモフラージュだった。
毎年魔導士たちから魔力を奪っていたのかよ。汚ねえな。何と言ってもらっても構わんよ。全てはある計画のためにやったこと。世界を変える扉、エクリプス。これの建造のため大量の魔力が必要だった。扉？なんだこりゃ。太陽と月が交差するとき、12の鍵を用いてその扉を開け。扉を開けば時の中、400年の時を渡り、不死となる前のゼレフを撃つ。それこそがエクリプス計画。時を渡る。太陽と月が交差するとき、すなわち3日後の7月7日、君の力を貸してほしい、ルーシー殿。7月7日、私たちのドラゴンが消えた日。そこまでだ！王国兵？国防大臣殿、これは何の真似ですか？部外者ではない、知っているでしょう。この作戦において重要な役割を持つ者たちです。あなたは単にこの計画に反対なだけでしょう。今すぐこんなふざけた真似はやめていただきたい。巻き込むんじゃ。よせ、ここで魔法を使ってはならん。うわっ。王国兵に捕まった。よくわからん計画の関係者にされちまったのか。んなことはどうでもいいんだよ。俺は今すぐ助けに行くぞ。落ち着いてください、ナツさん。相手は王国なんだよ。王国相手ゆえに迂闊なことはできんが、向こうもまた国民を存在に扱うこともできんじゃろ。だあ、ごちゃごちゃ言ってねえで助けに行くぞ。落ち着け。家族取られちゃ祭りどころじゃねえわい。みんな同じ気持ちじゃ。いつもみてえに後先考えんで突っ込んでも、今回ばかりは相手が悪い。が、うん、黙ってられるほど腰抜けじゃねえぞ。フェアリーテイルは。まさかこんなことになってしまうなんて。私は本当に不幸を呼ぶ。何言ってんの。落ち込む暇があったら脱出方法を考えよう。ルーシー様、本当にすみません。あんたのせいじゃないって。私もあんたも王国の内下場に巻き込まれた。それだけ。エクリプス計画ってのを実行すべきかどうかって話でしょ。はっきり言ってどっちが正しいか私には分からないよ。実行するべきですよ。私には姉がいたんです。ソラノという名前でした。私は何をやってもドジばっかりして、いつも両親に怒られてました。でも姉はそんな私をいつでもかばってくれた。優しくて綺麗で
私は姉が大好きだった。だけどある日ゼレフを盲信する集団に両親は殺され、姉は連れて行かれてしまいました。私は命からがら逃げ出すことしかできませんでした。その後の姉の生死は不明です。エクリプスを使えばゼレフを倒せます。この世界にゼレフがいなければ、姉は連れて行かれなかったかもしれないか。でも世界が自分の思い通りにだけ変わるとは限らない。それが大臣の言ってた歴史を変える危険性、過去を変える。本当にそんなことできるのかしら。後で聞いた話だけど、ナツとガジルに負けたセイバートゥースの二人はマスターにだいぶ叱られたらしい。雪乃のように紋章を消せと言われたんだけど、スティングの相棒レクターがかばったんだ。でもマスターの怒りは収まらず、その矛先はレクターに。レクターを消されてスティングは激怒、ついにマスタージエンマに歯向かってしまった。でもマスターのやり方が気に食わなかったのはミネルヴァも同じで、密かにレクターをかくまっていた。けれどミネルヴァは優しいだけじゃなかった。優勝しなければレクターは返さない、スティングにそう告げたんだ。Mm-hmm.